今日もやってきました。大久保公園大つけ麺博、今日は金曜日の16日目。今日のラインナップはこんな感じです。入り口側が全部やってるっていう感じです。5店舗やってます。で、奥のブースは、2店舗だけです。それでは行ってきます。レッツゴー。今日は花の金曜日なんで混んでるかなと思ったんですけども、そうでもないわね。1店舗10人ぐらい並んでますけど、ここは、大獣食堂、日曜日までやってます。で、こちらが本日最終日の駒屋博多ラーメンだわね。70年代仕立てで、こちらが中華そば石黒、これは鶏の混ぜそばだわね。で、こちらが本日最終日、魔女のカレー、カレーラーメン。で、お次は土味噌、濃厚味噌ラーメン。味噌もいいわね。で、こちらが明日からの麺屋大山。これが佐野ラーメンだわね、佐野ラーメン。これうまそうだわ。お次も明日からで、これ鶏の鶏地だわね。これハマグリだしだわ。こちらも明日からで、これ大阪のラーメン小僧、極の豚骨スープらしいわ。で、こちらがちょっと隠れてますけど、ナポリケン釜玉中華そば、この店が一番の並んでるお店でした。つけ麺や混ぜそば系はやっぱ並ぶわね。で、最後に有味麺って山鳥、これ山鳥と呼ぶのよね。福島の北方だったわ。今日もハッピーアワーまだ効いてるんでね、ビール買っちゃいます。今回味比べするのは博多ラーメン食べてないんでね、駒屋行ってこようかなと思います。この店の大将 YouTuber でもあるみたいね。動画見たけど意気込んでたわね。トッピングは一つだけでした。はい、できました。博多ラーメン70年代仕立て、噛んだわ。で、スープはこんな感じです。美味しそうだわ。ではいただきます。あ、うまいわ。歌舞伎町にある和倉に近い味だわね。で、麺はこんな感じです。思ったよりは太いわね。ではいただきます。食べてみるとやっぱしね、この麺東京の博多ラーメンの麺より太いわね。でも美味しいわ。チャーシューはこんな感じです。チャーシューも食べちゃいますけれども、まあ普通だわね。これ70年代仕立てだから麺が中太麺なのかもしれないわね。だけど博多ラーメンの麺だわ。さすがに硬さは選べなかったです。最後にスープを飲んじゃって、ごちそうさまでした。美味しかったです。もう一食どれにしようか悩んだんですけども、魔女のカレーにするわ。カレー食べてないしね最近。トッピングにトマトチーズがあったわ。鶏の唐揚げってこれトッピングじゃないわね。カレー仕様のトッピングになってる感じです。唐揚げは一品だわ。はい、できました。カレーラーメン、トッピングはチャーシューにしました。スープはこんな感じです。カレーっぽくないわね。ではいただきます。これいい感じのカレースープだわね。麺はこんな感じです。卵を縮れ麺かな。ではいただきます。食べてみるとこれ麺すごいわ。うまい。歯ごたえがすごい。
上の方にもやしとかキャベツも入ってますね。これがもともと入ってるチャーシューです。見た目はトロトロチャーシューですね。うん、あ、うまいわ。あー、柔らかい。これがトッピングしたチャーシューです。でかいわね。トロトロじゃないのかな。とりあえず食べてみます。うん、通常よりはトロトロではないけど、まあうまいわね。食べてみた感じね、うん、スープはラーメンのスープなのよね。ラーメンのスープのカレー味みたいな感じでうまいのよ。しかも麺がやばいぐらいうまいわね。チャーシューもうまいし文句ないわね。この店は当たりでした。最後にチャーシュー食べてごちそうさまです。美味しかったです。ビールも進むわ。最後に美味しかった方をまた選んでいこうと思います。今回もまたあれね、どっちもうまいのよね。また最後にスープでちょっと味比べしてます。今回美味しかった方は魔女のカレーです。魔女のカレーはとにかくうまかったわね。トップクラスにうまかったな。そういうわけで最後にビール飲んで締めたいと思います。美味しいカラカラ。そういうわけでおのこチャンネルでした。もしよかったらね、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイビーイ。